まえるのはいいが、頼むから食い物の素材にしないでくれよ。そうだけど、錬金術の素材になってもらうね。取れた？この辺りの草でも錬金術に使えるのかね。ザクザク。袋を適当に振ってるだけで取れるんだから、期待ってのはありがてえ素材だな。やはり門だよね。でも何か変だ。考えたくはなかったが、やはりあれは古き門に間違いない。古き門？異界への門とは違うの？紛れもなく異界への門ではある。唯一にして最大の違いはクリント王国の錬金術師たちが人工的に作り出したものではないということだ。太古の昔に自然に誕生し、そのまま残っているもんだ。それは何か都合が悪いんですか？自然物だからな。門の閉じ方が確立されていない。え？薄々感じてはいたが、当時の人々が遺跡を作った理由も納得だ。こうするしかなかったんだろう。キャー！あ、地震じゃないよね。くれよ、デキ。あれってもしかして、フィルフサたちを滑る虫歯みの女王。いや、姿が違う。前に見たのよりもっとヤバそうなやつだよ。古代フィルフサの王だわ。もうこっちに来てたのかよ。まずいな、猶予がない。増援が溢れ出てくる前に門を閉じねばならん。でもアンペルさんはあれ閉じられるの？私は古き門の可能性を考え、閉じ方を調べ続けてきたんだ。とにかくやってはみるが、正直わからん。お前たち任せるぞ。
私はアンペルを守らねばならん。やるしかないみたいね。うん、負けるわけにはいかないよ。俺たちの世界に来たこと後悔させてやるぜ。僕だって強くなったんだ。お前なんかに負けないぞ。私たちの世界をあなたたちの好きにはさせない。この世界には俺が探すべきお宝が山とあるんだ。邪魔はさせねえ。ここで終わらせる。みんな行くよ。この世界でいいようにさせない。そこ正解。伸びる。連続よ。当てる。そこ正解。いくよ。連続よ。当てる。そこ伸びる。任せてください。風よ吹いて。そこ当てっきゃ。届いて。まさかまたこんなのと戦うなんて。体は動く。大丈夫みたいだな。俺操作は成功したぞ。これで門が閉じる状況は整った。間もなく閉じるだろう。なんとかなりそうか。これで本当に終わりなのね。よかった。門が閉じる前にライザー、お前は一つ決めることがある。その生物を異界に返すのかだ。門が閉じてしまえばもう開けることはできん。うん、もう決めてるよ。私はその生物が異界に帰ればお前が得た力は失われることになる。どういうことだ。これは星の民から知り得たことだが、皆見てきたのではないか。ライザが遺跡で不思議な力を発揮していたことを、過去の幻影を見たり残された思念を感じたりしていたことを。まさかあれって錬金術の力もそうだ。新たな錬金術の力を得得したのだろう。それもこれもその生物がライザと共鳴し魔力を与えたから成し得たことだ。それがなくなるってことか。いいよそんなの。私は最初からフィーを異界に返すって決めてたよ。フィーには元気でいてもらいたいから。
ピー大好きだよ、ピー。ずっとずっと大好きだから。今度会った時は相棒になってくれよ、フィー。フィーちゃん、ずっとずっと忘れないからね。どこにいようと、あなたは永遠に私のお友達よ。いつか向こうで会いましょう。フィー、僕たちのこと忘れないでね。元気でやれよ、約束だぞ、フィー。帰ろうぜ。ライザのアトリエにさ。ピー、流れ星みたいに突然現れて、また流れ星みたいにいなくなっちゃった。はあ、島に帰ろう。そうだ、みんなに挨拶しなきゃ。私さ、島に帰ることにしたよ、空剣島に。嘘、どうして？ここに残る理由がなくなっちゃったからかな。やることやっちゃったしね。そうなんだね。でも実を言うと、ライザがここに来た時になんとなくそんな予感はしたんだ。そうなの？なんで？本当になんとなくだよ。私そういうの分かるんだ。いつ帰るの？みんなと話をして荷物の整理とかしたらかな。すぐに帰るつもり。長く引っ張ると帰りづらいしね。そうなんだ。ごめんね、ライザ。予感はしてたんだけど、本当にそうだって分かったら、私…クラウディア…秘密の隠れ家の時は、私がいなくなる立場だったけど、見送る立場って、こんな辛さなんだね。私ね、空剣島でライザたちと別れてからずっと、ライザともう一度冒険したい。ううん、冒険じゃなくても何でもいいから一緒に何かしたいって思い続けてた。でもそれは叶ったと思うんだ。
まさかオートでとは思わなかったけど。うん、私もクラウディアと一緒に冒険できて楽しかった。実は私の身の回りの環境ってあれから結構変わってね。自由に遊べる時間ってすごく減ったの。私思うんだ、今後はきっともっと減っていくんだろうって。次にライザと会えるのはいつかわからないし、会ってもお互い冒険できるかわからないから、これでライザと別れちゃったらもう次はないかもって思うととても悲しいよ。でもまたきっと会おうね。うん、きっとね。私たちずっと親友だから、どんなに離れていても会えなくてもそれは永遠に変わらないよ。よう、ライザか。フィーのことはそのなんだ、私さそろそろ島に帰ろうかなって思うんだ。こっちに来てやろうと思ってたことも一通り終わったと思うし。なんだよ、急な話だな。おい、でもまあライザがそう思うんならそうすりゃいいんじゃないかな。俺もまた旅に出るつもりなんだ。え、そうなの？ああ、俺もずっと武者修行してる間に悩んでたことが解決できたと思うからよ。それもこれもライザたちと再会したおかげだ。感謝してもしきれねえぜ。そんな大げさだよもう。とはいえ瞑想してたのが解決したってだけだ。まだまだ修行の旅は道半ばってやつだ。私も島でやりたいことはたくさん残ってるんだよな。ライザもやることは山積みってわけだ。お互い頑張ろうぜ。うん。やあライザ。私さそろそろ島に帰ろうかなって思うんだ。え、そうなの？どうしたのさ、突然すぎない？うん、タオに誘われてこっちに来たわけだけど、やれそうなことも大体終わったかなって思うから。僕も気になってた遺跡の謎がかなり解き明かせたと思うし結構満足してるよ。僕個人としてはまだ細かいところで気になるものはあるけど、それはおいおい調べていくよ。ライザ、わざわざこんな遠いところまで来てくれて本当にありがとう。お礼を言われるほどのことはしてないと思うけどな。いやいや、ライザがいなかったら何もできなかったよ。それにしても小規模だと思ってたからライザのいい気分転換になるかなって思ってたんだけどな。それで気軽に呼んだらとんでもない目に遭わせちゃって、なんかごめんね。本当だよ、錬金術がって言ってたけど、錬金術どころかフィルフサまで絡んでくれたなんてさ。そうだね、思ってもいないことがいっぱいあった。それだけ大きな冒険だったんだよ。僕はまだここに残るよ。まだ学園でやらなきゃならないことがいっぱいあるからね。うん、僕古い文献とかいろんなものをまとめた論文を出したいんだ。
今回の遺跡のことも含めてさ。あ、でももう変なこだわりとかは持ってないよ。ただ純粋に好きでやってることなんだ。それでそのうち学園にいる期間が過ぎたらどうしようかな。まだ決めてないけど。そうだね、困っちゃうよね。パティもいるしね。なんでそこにパティが？別に。ほら、ライザさん、うちまでわざわざどうしたんですか？私、そろそろ島に帰ろうと思って。ほら、部屋借りてたから伝えておかないと。帰ってしまうんですか？うん、目的も果たせたような気がするし。そうですか、残念です。残念？せっかくライザさんのこと、いろいろ知り始めてきたところだったのに。今だから正直に言いますけど、私最初は、なんだろうこの人って思っていたんです。私と全然考え方が違うし、やることだって他の人とはまるで違うし、全く予測できなかった。そうだったかな。おまけに誰も知らない錬金術なんて使いこなすし、もう何なのこの人はって思ってました。でも話をして、一緒に行動しているうちにだんだん分かってきて、とてもいい人なんだと。なのに今度はもう帰るとか言い出すなんて。やっぱりライザさんの方が自由だったんですよ。私はね、パティを見てると自分にはないものばかり持ってるなって思ってたよ。生まれた環境が違うってこんなにいろんな差があるのかとか。でもそういうのもそんなに悪いものじゃないと思ったよ。パティ、あなたに出会ったおかげだと思う。そんなあのアトリエずっと住まわせてくれてありがとね、パティ。何もしてないですよ。それからさ、タオとはこれからもずっと仲良くしてやってよ。それじゃあね。ライザじゃねえか。どうした？うん、私そろそろ故郷に帰ろうと思って。クリフォードさんにもいろいろお世話になったから挨拶に来たんだ。おいおい、マジかよ。それはまた急な話じゃねえか。まあ正直なところ俺自身も潮時かなとは思ってたんだな。潮時？俺もまだ見ぬお宝を目指してぶらりと旅に出ようかってことよ。クリフォードさんこそ急な話じゃない。俺はいつだってブラブラしてるからよ。旅に出るのはいつものことさ。ライザー、今回はお前たちのおかげで思いがけず本格的な遺跡探索をすることができた。今までの一人で探索してた時とは違ういい経験をさせてもらった。感謝してるさ。でもお宝らしいお宝はほとんどなかったね。ま、
トレジャーハンターなんてこんなもんよ。それよりも今回はお宝なんかよりもっと大切なものを手に入れた。十分すぎる財宝さ。それに錬金術なんていうすごい技も見せてもらった。これこそ金を出しても得られない経験だぜ。いや、私なんてアンペルさんとかすごい錬金術師の前じゃまだまだだよ。それにしても錬金術、思ってた以上にやべえ技だった。あれがあったら俺のあらゆる能力を道具で超えていかれちまうかもしれねえ。そんなことないよ、クリフォードさんはすごいと思うよ。いや、人間そのものができることなんて実際のところたかが知れてるさ。作り出した道具の能力と比べたら勝てないことだらけだろう。現にあのお宝の存在がそうだ。ま、そういう道具に頼らず己の力で困難を乗り越えるのが気持ちいいんだろうな。道具がないからこそ得られるものがある。人と交わることができるってね。万能の道具を使ってもただ一つロマンだけは得られないもんだからな。クリフォードさんらしいね。さて、俺はこれから西に行く。西？なんで？言っただろ、旅に出るってよ。新しいお宝のありかかもしれない情報を手に入れたんだな。ライザの故郷は東だろ、海の向こうのよ。ならここでお別れだな。また魔物に絡まれないように気をつけろよ。クリフォードさんもね。いいお宝見つかるといいね。空振りに終わるかもしれねえがな。それで本当にいいんだな。構わないわ、二人が迷惑でないのなら。結果的にそれが一番早いと思うの。こちらとしてもありがたい話ではある。無下に断るような理由はない。ライザ、セリさん、それにアンペルさんとリラさんまで何してたの？これからのことについて話をしてたの。また旅に出るのでな、別の門を捜索しに。え、また？でもそうか、すぐ行っちゃうの？今回は過去と比較してもかなりの難易度だった。だがライザたちのおかげで空剣島の時と同じく大仕事を成し遂げることができた。しかしやることが進めばもうここに残る理由はない。後始末が終わればまたふらりと立ち去るつもりだ。そっか、私も二人と同行することにしたの。え、セリさんも？どうして？やっていることは違うけど最終的な目的は同じだから。今まで一人旅だったけど、これからは一緒に旅をして門を見つけるたびに植物を植えるの。そうして私たちの世界を元の緑でいっぱいのあの美しかった景色に戻すつもり。それがセリさんの夢なんだね。素敵なことだと思うよ。ありがとう。そしていつか十分に緑で覆われたら故郷に、コナードルに帰るわ。ライザ、お前はどうするのだ？私？実は私も空剣島に帰ろうと思って。
そうか、それもいいだろう。お前も故郷でなすべきことをなすといい。お互いに目標に向かって進んでいる限り、またいつかどこかで会うこともあるだろう。ライザか、どうした？ボス、私さ、一足先に島に戻ることにしたよ。あ？なんだよ、慌ただしいやつだな。まあ、こっちに来た目的も達成した気がするしね。そういえば、タオに誘われてきたんだったな。あとはモリッツさんから、ね。フィーのことはタオから少し聞いた。いろいろ想像外すぎて俺にはついていけない話だが、まったく父さんも面倒な話ばかり持ち込んできて困ったもんだ。じゃあまたしばらくお別れってとこだ。俺はまだここにいるからな。ちょっと寂しいかも。どうせそんな長い話じゃない。俺だってそのうち島に戻ることになるんだからな。坊主、ブルネン家の跡取りとしてはあの島をほっぽり出すわけにはいかないからな。ここに住み着いたりどこかに行かれたりしたらみんな困るだろう。そうだよね、ヒロさんと比べたらまた会うのなんて簡単だよね。ええ、まだ言うか。猿、どこへでも行っちまえ。ロミーさん、ライザじゃない、どうしたの？私、空剣島に帰ろうかと思って。え？いやいやいや、それは突然すぎない？私もそう思わないでもないんだけど、そろそろかなって。いや、まさかこんなところでお株を奪われるとは。ロミーさんびっくりだよ。なんだかんだ言って絶対に私の方が先に旅に出ると思ってたからね。ひょっとしたらロミーさんとやりとりしてるうちに似てきちゃったのかも。でもフラッとやってきてフラッと去っていこうとするのは私に似てると思うよ。行商人っていうのはいつもそういう動きをするのが生業だからね。そうだ、思いついた。ロミーさんと一緒に行商の旅でもしちゃう？私、さっき空剣島に戻るんだって言ったばかりですよ。そうだったっけ？でももう一生会えなくなるわけじゃないんだし、これからも会う機会なんて何度もあるから、次は島で会おうね。そうですね、それじゃ島で待ってます。いらっしゃい、ライザー。何か食べに来たのかな？ううん、お世話になったゼフィーヌさんには挨拶しとこうと思って。実は島に帰ろうと思ってるんだよね。え、みんないなくなっちゃうの？ううん、私だけだよ。あ、そうなんだ。みんなもともと同じ場所にいたんでしょ？一人だけで帰るのも寂しいよね。まあでももともと一人だったし、みんなに会うために来たようなものだしね。それが元に戻るだけだよ。そう、それならいいけど、私なんか人と会うのが仕事みたいなところがあるから他人事ながら寂しく思えるわ。ゼフィーヌさんね、またいつでも戻ってきなさいよ。
せっかくこうして知り合ったんだから。はい、またいつか。やあ、いらっしゃい。何か用かい？用というか、そろそろ故郷に帰ろうかなって考えてるんだけど、その前に挨拶をと思って。デニスさんにはお世話になったし。え、本当かい？せっかくうちの店の将来が見えてきた気がするのに、これは残念だよ。どういうこと？うん、僕はね、金属っていうのは鉱山から取れた鉱石から取り出すものだとずっと思っていた。だから希少な金属だったら当然希少な鉱石からだなんて思ってたりもしたんだけどね。でも錬金術なんて方法は僕は知らなかった。錬金術の力で希少な金属は作れると知ったんだ。だから錬金術師のライザがいればうちの店でもいろんな金属を使った商品が出せるなんて考えてたんだよ。未知の金属とかね。そういうこと。でも錬金術師の知り合いなんてライザの他にはいないからな。ライザが故郷に帰るならこれからは自力でどうにかしないと。ごめんね、デニスさん。いや、いいんだ。僕も自分の都合の話しかしてないし、正直な話、仕事の手助けをしてもらえればって気持ちも全くないわけじゃないけど、でもそんな話じゃなくて、また気が向いたら遊びに来てよ。待ってるから。うん、また来るよ。お、ライザじゃない。また土いじりに来たの？うん、私故郷の島に帰ろうと思ってて、カサンドラさんに挨拶しに来たんだ。島に帰る？せっかく知り合ったばかりなのにもう帰っちゃうの？ああ、やっと畑とかの話ができそうな人が現れたっていうのに。ごめんなさい。冗談冗談。空剣島だっけ？島に帰っても元気でね。ありがとう、カサンドラさんもね。でももし王都に来ることがあったらここにも立ち寄ってよ。畑の話とかしたいしね。私錬金術師だけど農家の娘でもあるからね。また来たらきっとね。うん、来るの待ってるよ。それじゃ、行こうかな。揃って。ほらね、言った通りだったよ。どういうこと？ライザ、お前これから島に帰るつもりだったんだろ。帰るなら見送りくらいさせろよな。ああ、うん、まあ確かに帰り支度してたけど。
臭いやつだ、まったく。お前のまずいのはそういうところだぞ。ライザ、また私たち離れ離れになっちゃうね。これからみんなそれぞれの道を歩いていくことになって、少しずつ変わっていくと思うけど、ライザやみんなとの絆は絶対に変わらないよ。俺もいつか絶対島に帰るからな。お互いすっげえ年取ってからでもいいから、またあのライザのアトリエで会おうぜ。うん、いつ来てもいいように綺麗にしておくから。ライザさん、ライザのアトリエならここにもありますよ。そういえばそうだったね。あの部屋ですけど、お父様に掛け合ってきました。誰にも貸さずにそのままにしてほしいって。え、そんなこと、いいの？はい、お父様もすぐに承諾してくれました。と言っても元々借り手があまりいない部屋ですから、何もしなくても当分残っていそうですけど。よかったじゃねえか、アトリエが2つになってよ。ちげえねえ。そうは言ってもこっちじゃ生活が大変だぜ。なんたって金が必要だよな。そうだ、今度は金になるお宝を探しに行かねえか。言ってくれれば付き合ってやるぜ。うん、その時はよろしくね。ライザ、私はずっと一人で旅をしてきたわ。人と交わることが不安だったし、必要ないと思ったから。でもこのひと夏の経験は私を大きく変えてくれた。ありがとうライザ、ずっと忘れないわ。私もだよ、セリさんのこと絶対忘れないから。ライザ、僕は言った通りここに残って勉強するよ。うん、頑張ってタオ。タオならきっとできると思う。私島から応援するね。ありがとう。でもね、僕思うんだ、この夏のお話はこれで終わりかもしれないけど、それが終わりかどうかなんて誰にもわからないって。二度と出会えない別れなんて僕はないと思う。それは僕たちだけじゃなくてフィーだって。だからまた会おうよ。ありがとうライザ、楽しかったよ。またそのうちに。またいつかどこかで会いましょう。それまで変わらないでいてね。私もライザさんに会えてよかったです。また会いましょう。寄り道せずにちゃんと帰るんだぞ。いずれ島で。またどこかでな。どこで会えるか楽しみにしてるぜ。俺もそのうち戻るからよ。またあの秘密の隠れ家に集まろうぜ。ライザ、まさか二度も別れを経験することになるとは思っていなかったぞ。だがそれはつまりまた会える可能性があるということだ。ライザ、これまで息災でな。
空剣島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そんな村を飛び出した私はひょんなことからとんでもない大冒険をした。数多くの人々が暮らす大都市のすぐそばで誰も知らない私たちだけの大冒険を。そこで私はたくさんの出会いを得た。そして別れも。そんな私は自分の意志で元のなんてことない日々の生活に戻る。いつしか青さが薄れ高くなっていた空のもと、大冒険で得た永遠に消えることのない宝物を胸に抱きながら。